皆さんこんにちは、ベスタの北川です。え今日は来月の、えー、G7 広島のサミットが日本が議長国になって今年あるわけですけれども、それに向けて、えー、ベスタではね、やはりテーラーなので、テーラーといえばまあスーツじゃないですか。スーツはやっぱり国際政治とか。 それからビジネスマンが最前線で活躍するための鎧としてね、ご利用、お召しいただいているものです。で、あのテイラーとしては、G7 のね、日本が議長国となる広島の会議にえ注目せずにはいられないということでえ、これにフォーカスしたスーツの国際政治学と称した、あのこの YouTube の動画をえお取りしてえお送りしてます。で、前回はあの山本代表というね、ちょっとこの辺に出てるかな、と一緒に撮ったものがあるんですけれども、今日私が一人でお送りするのは、 え昨日から、この G7、来月の G7 に向けて、各国の外相じゃなくって、大臣クラスがですね、もう集まって前段階でたくさんの会議をしていくわけですね。そして最後に、えー 首脳会談があると、広島であるという形になってます。で、早速、昨日各国の外務大臣が、えー、日本に到着して、なんと新幹線で軽井沢に行った、いいですね、この時期の軽井沢初夏の、とても堪能いただけるんではないかと、まあ、お仕事ですけど。ということで、えー、そのニュースからファッションチェックをしていきたいと思います。はい、では、ちょっと画面シェアでですね、えっ、ー、と、どこだったかな。 こんな感じで軽井沢で開幕しましたと、はい、こちらは外務省のオフィシャルサイトの方に出てます、えー、このディナー、G7 軽井沢外相会合のニュースですね。はい、で、えーと、こんな感じで到着、新幹線で到着した後ね、地元の学生さんが出迎えてね、楽器の演奏があったそうなんですけど、 これがアメリカのブリケンさんかな、国務,、えー、と国務長官さんは、なんか、ブラボーって声かけてくださったらしくって、やっぱそういうのって、ちょっと嬉しいですよね、フレンドリーなアメリカ人っていう感じがします。 で、えー、っと、こちらがそうですね、これが一度にちょっと分かりやすいお写真なんですけれども、まあやっぱりね、あのこのアングル、やっぱ日本とアメリカ、まあ正面だよみたいな、皆さん、どの国もやっぱアメリカさんとの親密度をアピールしたいんですけれども、やっぱ日本での会議なので、ブリケン国務長がこちら。そしてこちらから、えっと、これはカナダのジョリー外相、こちらはフランスのコロンナ外相、そしてこちらがえイタリアのタヤーニ外相、私、イタリア語を話すので、ちょっと親近感を感じずに入れられない。で、この、ちょっと後ほど別の ページでご,ご覧いただきますけど、えー、とこちらに皆さんがアベスタのインスタでも知っている方と一緒に、タイヤにー外相が写っている写真もちょっとあります。で、こちらが、えー、とイギリスのクレバリー外相ですね。で、こちらがドイツのベアボック外相ということで、まあ、女性が3人、7カ国のうち3人いらっしゃるって、すごいな同じ女性としてもすごく嬉しいことだなと思います。で、ファッション的には、パッと見て皆さんお分かりの通り、まあ、 男性はネイビー、それもミッドナイトブルーのもうスーツ、コンムジです。やっぱりこういう国際会議の大事な場っていうのは、まあ、あのコンムジが基本かなと思います。で、ネクタイもこれ、林外相ちょっと春なので、ピンクの 個人的にはこの合わせはすごくいいと思います。で、まあ、あのこのね、こちらのブリケン国務長官は、まあ、信頼のコーンですよね。おとなしい紺。で、こちらのイギリスのプレバリーがちょっとこの間では見づらいんですけど、シルバー系ですね。こちらもフォーマル感があってよろしいかと思います。で、こちらもちょっとこの透明の色で正しいかわからないんですけど、ブラウン系のタイに見えるんですが、ネイビーとブラウンはイタリアでは皆さんご存知の通り、マロネー、アズーロともいうぐらい、ンと黒、ブルーと黒、あブルーと 焦げ茶、茶、紺と茶はイタリア人の王道の組み合わせです。例えば靴も、紺スーツには茶靴を合わせるっていうぐらい、イタリアは茶と紺の組み合わせがすごく好きなので、まあ、ちょっとタイヤに外装、そうなのかなという感じがしています。そして女性がやはりジャケットをね、付けられてる、この、えー、カナダのジョリー外傷、フランスのコロナ外傷、あの個人的にはやっぱりフォーマル感が高まって良いかなと。こちらのね、ドイツのベアボック外傷の えー、ボルドンの、ね、ドレスも、まあ素敵だなという感じで、やはり、ねまあ、ほとんどの方がジャケットを着用されているんだなと、やっぱりフォーマルなあ清掃をされているんだなという印象を受けました。はい で、なんかあの、あそうそう、この、あこれね、フランスのコロンナ外相の別のショット、ちょっとニュースで探したんですけれども、すごく素敵じゃないですか、やっぱフランスのマダムっていう、もうまさにという感じで、このちょっとデコルテ、あのそれからノースリーブを、このお年で着こなされる、なんかね、ベアヤーボック、えー、じゃなくて、ごめんなさい、えー、このコロンナ外相とブリケン外相、同じお誕生日のな、去年、昨日お誕生日だったらしいんですよね。なので、なんかお祝いされたということですごく記念にもなってるんじゃないかなと思います。でこちらのコロナ このねあと大ぶりのネックレスもすごくマダムフレンチマダムという感じでやっぱこういう女性がね閣僚を務められるやっぱ先進国だなみたいな同じ女性としてもすごくあの羨ましくもあるしすごく、まあ、こういった素敵な女性あのが活躍される政治の場でも活躍されてるということはあのすごく素敵だなと感じます。はい。 でえー、といくつかある中で、はい、こちらね、ブリケン国務長官、ネイビーの対応されてますって、こちらのね、えー、あのこの、そうそう、ブロックチェックの、ちょっとマルチカラーのジャケットもね、ジョリー外相、すごく素敵ですね。丈が短め、ちょっとそれで軽く見える。まあ、女性は、まあ,あの長いのも今流行、テイラートジャケット流行ってますけどもね、こういったちょっと短めの、こういったちょっと冒険したお色のものなんかも華やかさが出ていいのかなと思います。あっ、で、こちらがちょっとドイツのベアボック外相ですね。あの すごく素敵な、まあ、この外相たちを見ても,もうあの女性たち皆さん本当に素敵であのまあこで働く女性のお手本となるようなあのビジュアル的にもですねあのやっぱこうリアルじゃないですかモデルさんのいでたちとかそういったものよりもまあやっぱりこう ね、日々忙しい中でどうやってプロフェッショナルに見せるかというところが、まあ、すごく素敵だなとこう同じ女性ながら感銘を受けております。で実際の G7 ではあのイタリアの,、ねあのえー、首相が、えー、女性ですので、ね、その辺のファッションもすごく楽しみなんですけれどもで、えー、とここで、えー、ここにいらっしゃるカナダじゃなくてイギリスのクレバリー外相ですね。こちらの方が あのこの中で、実はもう北側のベストドレッサーかなと思いまして、特にこの着席状態での上半身、見てください、このショルダーラインの安定感、このやっぱすごく素敵なスーツだしあの姿勢、姿勢も素敵だなと思いました。で、えー、とここかな、ここに、えー、と今のね、ジェームス・クレバリー外相のお写真結構あるんですけど、こあのご覧いただくと分かるように、 この方、すっごい画体がいいんですよ。なので、この厚い胸板でね、着こなせちゃってるっていうのが、まあ、すごい素敵だなと思います。あと、こういうちょっとこう、あの、ビビットな色も、やっぱりこ,こういうあのタイプの方、すごくお似合いになるので、なんかネクタイのセレクトも、これもグリーンなんかね、すごく素敵だなと思います。はい、あ、そうですね。これ、クレバリー外相の。 バストアップの写真があります、ね、で、えーと、こちらは先ほどの、えー、とジョリー外相、カナダですね。もうシックな装いでもうカナダの外相もすごい素敵じゃないですか。このちょっとナチュラルな感じとこういったちょっとシックなねあの、これもワンピース着てらっしゃいますけど、素敵だな,なと。やっぱりこのいわゆる女優さんとかあのモデルさんと違って作り込みすぎてないんだけど、この素敵さ、もう仕事もできる女で。 ビジュアルも素敵って、もう本当、ちょっと同じ女性としてどうしたらいいんだろうドキドキしちゃいますよね。はい、はい、あこちらね、同じお写真ですね。で、えっ、ー、と、こちらが、そうですね、さっきのお写真がありつつの、あそうそうそう、この、あれ、どこ行っちゃったかな、ちょっと待って。えー、とあっ、そうそう。で、えっ、ー、と、こちらがね、はい、こちらが、あの、イタリアの、えー、とタヤーニ外相なんですけども、やっぱりね、 かなりクラシックもね、ザ・ザ・イタリアン・テーラード・スーツという感じの、しかもあの、えー、いわゆるサルトが手縫い、サルトリアーレというねあの、伝統的なテーラードのスーツという感じで、ゴージュラインは低め、もうあのクラシックど真ん中、ラベル幅も、まあ、ややね、あの太めであの、落ち着いた大人の男性という信頼感のある印象かなと思います。 で、これね、あのこれ、えっ、ー、と軽井沢に行かれる前かなえっ、ー、と、に、えー、林大臣と、えすいません、軽井沢の会の機会に、えー、あすいません、軽井沢の会合の機会に、あなので、ごめんなさい、軽井沢でお会いになられたんですね。に、これ、あのベスターのインスタとかご覧くださってたら、多分見覚えがあるか。 こちら、今、イタリア大使のベネデッティ大使ですね。ベスタご利用いいただいてますベネデッティ大使が、えー、タヤーニ外相と同伴されて、林外務大臣と会議されている。これはもうベスタ的にはめっちゃ熱いショットなので、ちょっと皆さんと共有したいと思いまして、ベネデッティ大使、お仕事頑張ってください。ね、今、ご注文いただいてるんですけど、多分お忙しいから、いつお渡しできるんだろうっていう感じなんですけれども、ね、あのベネデッティ大使が映っております。はい そして、これもタイヤに対しですね、あタヤに外相ですね。で、あ最後にね、その私がね、もうこの、さっきのこちらのラウンドテーブルで、一番ベストドレッシャーでしょうと申し上げた、このジェームス・クレバリー外相の個人のツイッター、これ、すごくいい写真じゃないですか。 この新幹線の中で皆さん楽しそう。もうこれ G7 の外務大臣級の会議なのにみんななんかさあ,あのセルフィーみんなでちょい撮ろうよみたいなこういう和気あいあいとした感じで会議が盛り上がるって一番理想的ですよね。やはりあの皆さん国際会議とか外国の方とかと仕事される方わかると思うんですけどあの日本のビジネスマンってやっぱすごくあの いい意味でも悪い意味でも、あの格を重んじたりとか、真面目、準備がしっかりみたいなところが多くって、やっぱこういう和気あいあい感に、さっと入っていくタイプの方が少ないので、まあ、そういう、個人的にはそういうリーダーが日本を引っ張ってってくれるのも、ちょっと理想かなというふうに思ってます。この皆さんのこの笑顔ね、あの林大臣もこう映ってますけれども、すごくいい写真だなと思って最後に紹介させていただきました、ね。ジョリー,ガーシ相も本当素敵な笑顔ですね。もう本当なんか、あのプライベートの あのなんか外相の階段に行く電車なんだけど修学旅行みたいなかわいいショットだなと思いました。うん、というわけで今日は、えー、G7 外相会談つい昨日行われた外相会談のファッションチェックをお送りしました。でこれ G7 の広島に向けてちょっと頑張っていきたいと思いますのでぜひ引き続きご覧いただけたらなと思います。 では、えー、今日はこの辺で、えー、この動画もし気に入っていただけたらぜひいいねボタンを押していただいたり、えー、それからベスタの YouTube チャンネルの登録もどうぞよろしくお願いしまます最後までごご覧いただいてありがとうございます。